ハリスバーグ国際空港はアメリカが州国ペンシルベニア州道ン県ミドルタウンにある民間空港。ハリスバーグの中心地から1 5トルほどのところにあり、サスケハナエリアリージョナルエアポートオーソリティが管理を行っている。空港の IATA コードである MDT は空港があるミドルタウンに由来しており、南側から空港に着陸する航空機は 原子力事故が発生したことで有名なスリーマイル島原子力発電所のすぐ近く、場合によっては真上を通過する。ハリスバーグ国際空港はその英語名からヒアと略されることもあり、ペンシルベニア州の南中央部では最大の規模を誇る商業空港である。また、ペンシルベニア州全体では旅客貨物の取り扱い量がもにフィラデルフィア国際空港、 ピッツバーグ国際空港に次いで第3位である。ハリスバーグ国際空港の面積は275ヘクタールで海抜94メートルに位置する。アスファルトで舗装された3048メートル60メートルの滑走路13、3 1一本を備えており、滑走路13は軽機着陸装置のキャタイが設置されており、滑走路指定は600フィートである。 また地上走行誘導管制システムも導入しており、より視界が悪い状態での地上管制も可能となっている。2005年度には年間で延べ7万1190機、1日あたり195機の航空機が離着陸を行っており、うち54%がエアタクシー、22%がゼネラルアビエーション、13%が定期航空便、12%が軍用機である。 またこの空港を拠点としている29機の航空機のうち17%が単発プロペラ機、28%が総発プロペラ機、31%がジェット機、3%がヘリコプター、そして21%が国用機である。ハリスバーグ国際空港では2004年に建設された4階建てのマルチ・モーダルトランスポーテーションファシリティが空港アクセスのすべてを担っている。 2階から4階は合計で2500台以上を収容できる短期、中期、長期駐車場となっており、1階にはレンタカーの営業所、リムジン乗り場、バスターミナル、ホテルのシャトルバスの発着所、タクシー乗り場などがある。建物のロビーエリアの1階には6つのレンタカーカウンターやトイレ、飛行機やバスの情報モニターがあり、ベンチが設けられている。ロビーエリアの2階には、 ターミナルビルと接続する空中回路が作られており、動く歩道での移動が可能となっている。また公共交通システムとしては、バスのルート7がハリスバーグ市街や周辺域と空港をつないでいるほか、2009年には新しい鉄道駅が MMTF に建設され、鉄道によるアクセスも可能になり、またアムトラックによってキーストーンコリドールやノースイーストコリドールといった。 アメリカ東海岸北部の地域と結ばれる。ハリスバーグ国際空港はもともとアメリカ軍の通信施設として1898年に開業した。その後1918年にアメリカ空軍の前身であるアメリカ軍エアサービスのオムステッド空軍基地となり、軍用機が離着陸を行うようになった。ここでは主にアメリカ空軍の軍用機のメンテナンスを行う施設で、 あったが1969年に閉鎖され、後にキャピタルシティ空港より商業便の発着空港が移され新しくハリスバーグ国際空港としてスタートした。新しいターミナルビルはサンフランシスコのトランスアメリカピラミッドをデザインしたことでも有名なウィリアム・ペレーラのデザインのものが1973年に完成した。なお、オムステッド空軍が閉鎖された現在でも空港には ペンシルベニア空軍周辺の基地としての機能は残っている。1998年にアメリカの連邦政府は空港の監督権をサスケハナエリアリージョナルエアポートオーソリティへと移譲した。このサラーの委員は近隣のカンバーランド軍、ドーフィン軍、ヨーク軍、ハリスバーク市、ヨーク市、フェアビュー町スワタラ町の公務員により選出され5年の任期で 無償で勤めている。現在ハリスバーグ国際空港では1400人の人が働いている。ありがとうございます。